春の選抜高校野球をヒントに全国各地区から選び抜かれたレーサーたちの熱闘6日間シリーズでした。ボートレースチケットショップ藤山九州年記念 B 九州選抜日韓コム杯、競争水面上は雨の決勝戦の開始、ファイナル第12レースを迎えています。対戦メンバー1号艇大阪代表佐々木大河、2号艇福島県代表星英治、3号艇熊本県代表東健介、4号艇栃木県代表菊池峰春、5号艇群馬県代表坂本勇樹、6号艇地元静岡県代表加藤翔、以上のメンバーです。スタート展示では枠番通り3対3でしたが、本番4番5番菊池坂本のところで入れ替わりがある形か。1コースに構えていくのが1号艇佐々木大河、ただ1人オール3連隊初のポールポジションのプレッシャーに打ち勝ってデビュー初 V になるかの一戦。2コース2号艇初日のドリームウィナー星、センター3コース3号艇東、昨日5日目連勝ゴール、勢いは十分。そして本番は4コース角となったのが5号艇坂本。春の選抜甲子園は群馬の県大高崎が初優勝でした。節一パワーを考えればこちらの群馬代表の初日も十二分にありそう。本番5コースマークの1、4号艇菊池、サイアウト6コース地元で勝ち上がってきました加藤翔、進入内から1番2番3番5番4番6番です。スタートしました。スローの3程度4コース角から高ダッシュ、5号艇坂本勇樹スタート後一気に抜け出した。5号艇坂本勇樹一まくり、1号艇佐々木外前行く、4号艇菊池内から3号艇東健介でバックスレッジ独走。5号艇坂本勇樹リードの方は6停止7停止8停止スターター正常。1周の2マーク5号艇坂本がトップターン、2番手争い4号艇菊池から混んでいくか、1号艇の佐々木が握っていく、内をついて3号艇東健介、2番手争いは4号艇菊池峰春が現在のところは5停止リード、3番手争い焦点1号艇佐々木、3号艇東、6号艇加藤の争いとなります。2周の1マーク2番手ターンは4号艇菊池峰春です。3番手争い6号艇加藤翔から待っていくところですが、内を差していく3号艇東健介が現在一定進リード、上位現在5番4番3番で各艇がバック中間点を通過しています。2周2マーク3番手争い3号艇東健介から運んでいきます。小さくいく6号艇加藤、握っていく1号艇佐々木大河、6号艇加藤、3号艇東、間なくなってきて外握る1号艇佐々木大河、再び3艇による3番手争いか、各艇が時計前通過、これから最終周回の1マークに向かっていきます。3周1マーク3番手争い6号艇加藤翔から行く、2号艇星も絡みに行く、1号艇佐々木握っていく、3番手争い混戦ムード、それを尻目にトップ独走5号艇坂本勇樹、2020年11月のデビューからおよそ3年5ヶ月、ファイナル4回目のチャレンジで嬉しいデビュー初優勝、桐生フレッシュルーキーの坂本勇樹が最終コーナー最後の直線、2番手4号艇菊池と群馬勢のワンツー、3番手争い6号艇加藤に最後襲いかかる1号艇佐々木大河、初優勝おめでとう、1着5番の坂本勇樹がゴールイン、2着は4番の菊池、3着6番加藤か、後方1番3番2番の順でゴールインです。